小説の売り込み方について、これなんですが、小説の売り込み方、意外と小説の書き方も以上に実は小説の売り込み方って大事です。小説の売り込み方で最も良い方法は新人賞に応募して、そして、受賞することです。これは一番手っ取り早いです。一見大変そうに思えますが、大体小説の新人賞というのは単純な計算でいきましょう。短編の新人賞で大体1回の応募者数で2000ぐらい、オールの場合だとそのぐらいだね。長編の場合だとこれが1桁減って200から300ぐらい。そこからデビューするのは、受賞するのは1人ないしは2人。大変そうに見えるでしょ。でもね、この200とか300、それから短編の場合だと2000とか300、必ず読まれます。一見楽そうに見えてとても無駄足なのは、実は自分で小説のサイトを作って、そこで、編集者がそこからネット発信でそこで、デビューするっていうのは、これ実は意外と無駄が多い。なぜ無駄が多いかというと、これもやはり単純な計算です。小説という単語で Google で検索をかけると、関係するサイトが全部で1億7000万あります。大体そのぐらいある。だからそれこそ何十億とある中の一作っていうのは、果たして拾ってくれる確率っていうのはごく稀ですね。